はい、ってことで第3回 MC クイズイエーイ。イエーイ。まあでもあれ、まあでもさ、とりあえず勝敗が1回目引き分けじゃん、うん、2回目は俺の勝ち、兄ちゃんかんもう完勝しちゃったじゃん、俺完敗だったじゃん、うん、今回俺勝つんじゃない、本当、うん、でも俺らのクイズはやたら難しいって評判だよね、俺たちの中で。ね、てかさ、あの俺たち基準で簡単にしてるけど細かいんだよ見てる人からしてるところが細かいんだよ、ね、そう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 、本当にそれを簡単だと思ってるのかさ、それが分かんないよね、うん、俺あの今回はねめちゃめちゃ簡単にしてきた。おーい、俺今回がごめんちょっと難しいかもしれない。本当ちょっと俺難しいの苦手だから、うん、まあやっていくか。今回は俺が負ける可能性が高いねじゃあ兄ちゃん、はい、俺の問題からいこうじゃねえか今回は。分かった、前回兄ちゃんからやったからつらい。まああのね、今回はね俺あのあれ先週ね俺エンドゲームまた見たからさ、うん、7回目なんだけど、うん、であの7回目でさ俺アッセンブル今回泣いた。あ、本当。うん、あのね、あのブラックパンサーとキャップが顔見合わせたところでいつも泣くんだけど、今回はねぐっとこらえてアッセンブルで崩壊したそう決壊したわはい、っていうところで、まあ、今回エンドゲームからね、うん、結構引き出してきたので、うん、じゃあ第1問デデンデデン、エンドゲームの序盤でナターシャが食べてたサンドイッチは何味？ピーナッツバターサンド。おーい、魔を作ってくれた。ありがとう。本当。オッケー、当たった。今悩んでたんだけど。はい、ペンポンペンポン。そう、ピーナッツバターサンド。で、多分その近くにバレーシューズがあったんだよね。え、テーブルの上に。トゥーシューズ。あ、なんか近くに置いてあったもん。テーブルの上にはなかったよ、ね。テーブルの上にはなかったね。確かに。うん、いやさすがにあの切ないあの場面でさ、うん、出すのは おかしいと思う、うん、え、なんでテーブルにシューズ置いてんのみたいな、まあ、あの空間に置いてあったんだろうね。ああね、ね、そうなんだよね。いやクジラ見たいな、見たい。ブラックドロー、うん、クジラ、クジラ、ほらクジラの群れが、ああ、はいはいはい、ね、入ってきたってやつね。先にどうぞ。やだね。うん。ね。はい。でこれ。行くか。第2問行くか。行くか。はい。第2問行くよ。はい。デデン。デデン。エンドゲームで。またエンドゲーム。そう。エンドゲーム特集来たね。あのタイム泥棒をする前に、うん、あのキャップの演説があったじゃん。うん。うん。でその空白に言葉を入れよう。無理。っていう。じゃあ俺あの必死で。あのキャップになったつもりであの演説するわ。うんまま、まららららら、らよし。演説長いじゃん。いや今のは俺じゃないか。あ、大丈夫、いや結構序盤の方に入ってるやつだから。行くよ、うん。5年前我々は負けた。みんなが友人を失い、家族を失い、あらららら、を失った。今それを取り戻すチャンスってやつ。そのおにょにょにょに入るのはなんだ。わかんない。友人を失い、家族を失い、なんちゃらかんちゃらを失った。うん、わからない。リズム感になった、わかんない。いやでもこれあのなんとなく流れで 大切な何かをとかじゃない。あーまあそれとちょっと近いんだよ。そういう近いんだね。近いんだよね。近いんだね。みんなが友人を失い、家族を失い、愛するものを失った。近いんだよ。近いんだけど、じゃあヒント、ヒントよ、うん。自分のほにゃらだ。自分の家族を失った。あー惜しい。惜しい。3回間違えてた。3回間違えた。いやもうなんだろう、分かんなかった。正解よ、うん。自分の一部を失った。
あー、わかんねえ。1問目から飛ばしてきたね。2問目今の。あ、そうなんだ。ピーナッツバターサンド、ナターシャのピーナッツバターサンド忘れちゃダメだから。ピーナッツバターサンドがね、ダメだよ。ピーナッツバターサンドを忘れたらね、クジラの群れを忘れてるのと同じだからね。俺もクジラの群れちょっと忘れてた。クジラの群れってあれ何頭いたの？群れだもん。群れしかいない。あ、そうだ、群れしかいてない。群れが見えたんだね。あ、そこだ。物事のいい目を見ようとする。そうそうそうね。ピーナッツバターサンドでもぶつけてやるのかってね、言ってたもんね。でもその前にスコットの腹に収まったけどね。ね、ね。勝手に壊れたからね。もう嫌をなしにね。で、何？はい、まあいいよ、言うよ。いや、第3問。ででん。宇宙に行ったことのないヒーロー5人の名前を挙げてください。5人か。行ったことないんでしょ。あとごめん、これ俺答え全然見つけてません。5人もいたっけ。ナターシャでしょ。え、いた。ごめん、ナターシャも行った。ほら、それどこの話。いや、もう今の段階、もうパワフロムフォーム。 あれか、最初の、ん、違うのか。最初の段階でさ、うん、あのロケットが言ったあれ、あの挙手しろのそこじゃないって。あ、そこじゃないんです、そこじゃない。もうあの24作品やった。あ、24でやったっけ、ね、23だっけ。え、3で。あ、そっか、うん、24がブラックウィドウだもんね。そうなんだよ。あのそこの時点で行ってない人5人、本当に5人なの。そこ確かめてない。なんで5人って言ったの。確かめてないけど5人はいそうじゃん。え、それってヒーロー登場人物なら全然5人。登場人物はもう5人以上確実に言うけど、うん、ヒーロー、オバディア・ステインとか絶対いる。オバディア・ステインもう宇宙行く前にもう宇宙直前で凍りついて落ちたからね。オバディア、オバディア、宇宙行きたいものだな。おお、寒い寒い寒い。おお、え、でも本当にヒーロー、ヒーロー、まずキャプテンマーベルは確実じゃない。宇宙めちゃくちゃ行っている。あ、てか宇宙から来たし、そもそも。本当か。本当だ。来た来た来た。じゃあ宇宙に行ったやつらね。ん、あ、行ってない方ね。行ってない方、行ったやつら多すぎじゃん。行ってない方、行ってない方でヒーローでしょ。そう、バッキー、あれバッキーは、あ、バッキーも入る、サブも入っていいの。全然入って。星銀着たちも入れていいの。星銀着言わん。星銀着言っちゃダメ。あ、ほんと。メイン、これから、これからメイン。あ、ほんと、これからメイン。あ、そういうのは全然5人余裕だよ。おお。ビジョン、地味にあのなりで言ってないから ね、 ね、そうだよね。一番いけるからね。もうあのスカーレットウィッチ、ワンダー、うん、言ってない。ワンダー言ってない。スコット、アントマン、うん、アントマン、アントマン言ってないね。ファルコン言ってないでしょ。言ってない。バッキーも言ってないから。バッキーも言ってない。もう6人で、6人、今6人行ったから。え、ニック・フューリー宇宙行ってた。マーベル、実はね、大気圏の外出たら宇宙だと。そもそもだ、うん、あれ、もう一人。もう行ったよ。今もう7人行ったから。あ、そう、うん、あのフューリー入れて。フューリー行ってないじゃん。え、行ったよ。あ、行ったじゃん。行った行った。だから入ってないじゃん。あ、そっか、こんがらがってんじゃん。やばい、こんがらがった、こんがらがった。呪いだな、になっちゃった。え、もう終わった。あ、終わった。正解だよ。ありがとう。俺負けられなかったからね。正解だよ。よかった、なんとか3問中2問受かることができたよ。てかよかったね、バッキーさ、うん、バッキー、あのエンドゲームのあの戦いで生きててよかったね。うん、いや、なあ、だってよかった。だってなんだったら、確かに身体能力高いんだけど、武器普通の銃だからね。ね、サブマシンか。そうなんだよ。いや、だからもうマジでさ、ブラックパンサー行ってね。そうなんだよ、ブラックパンサーも行ってないんだよ、ね、で意外と行ってないでしょ。でワスプも行ってないじゃん。あ、そっか、ワスプも、ね、そう、ワスプも行ってない。そうなんだよ、空間機関なんだかんだいるんだけど、5人も見つからなかった俺。なんか聞きたかった。あ、そうそう。逆に5人いなかった時どうしたの。え、あ、やべえな。あ、あ、ビジョンね。あ、じゃあワス、あ、ワスプ、間違えた、ワンダムじゃんみたいなね。っていうのね、問題が破綻するとこだったじゃん、下手したら。いや、なんとなくそう思ったわ。10人だったらいなかったよ。わお、問題が破綻してたよ。10人もいねえな。うん、でシャンチー、これで私、まあ、もうシャンチーは知らないよ。いや、てない、確実に宇宙行ってないでしょ。だってわかんない、カンフーの達人だよ。だってジャッキーですら、だって宇宙行ってないから、ね、だってシャンチー、バルチューバースオブマットネスじゃなかったっけ。え、
知らない。レジェンドあれなんちゃらオブテンリングスだって。でもやっぱテンリングスなんだね。関係あるね。関係ありすぎるよね。まあそれはいいとして、はい、ということで、とりあえず俺は3問中2問正解です。イエーイ。ない。入れてる効果音にねえわ。いやでもあ、まあいいや、この会話は最後にやろう。あれ、まあヒューガはなんかね難しいのをわざわざ出してきやがったけど、出した。俺はね最後の1問以外は割と知ってれば答えられる。あー、俺もう完全に視聴者に情けのないなんか問題出しちゃった。でもピーナッツバターサンドはまあまあ、ピーナッツバターサンドはまあまあわかる。あと宇宙に行ってないのもなんとなくわかるの、うん、で、あ、もう本当にあれだけはダメだよね。あのキャップの演説ね、セリフはわかんない。あれはね、うなずきやっちゃった。ラジオなのに。